どうも、良い風景です。キングダムカムデリバランスの実況プレイです。ここかな？うん。出発するぞ。支度はできたか？じゃあ、なんか前回さ、買った動物の肉とか持ってるんですけども、いいか。準備はできてます、大将。よし、では同行しろ。無駄口は叩かず、命令にはきちんと従え。ラジク教はお前を飼ってるらしいが、私には関係ない。我々と同行するのであれば、私に従ってもらう。うん。わかりました。わかりました。全く不本意ながら、お前に馬を与えよとのことだ。私の馬の隣にいる、ブチ模様の灰色の馬だ。しっかり面倒を見てやるんだぞ。では、騎乗して、我々の後ろにつけ。今回はその馬乗んないといけないのかな。最初の馬は手に入れました。うん。これ？いや、違う。面白かった。どれ？ブチモヨ。よし、お前たち、馬に乗れ。グズグズするな。馬を調べる。最後に残ったものは、弱くなるよ、これ。嘘。いや、勇敢さ8しかないぞ。これ、臆病な馬だね。速度も遅い。ダメでしょ、これ。ちょっと待って。やっぱ、お前じゃないとダメだ。ペプルスは、じゃあ、ほっとこう。自由を与えてやろう。あれか、ペット用かな。うん、座敷馬にしますかね。そしたら夜寝るときはやつの腹を枕にしてみたいな感じか。ノイホフで暴れてんだよな。まあすぐ近くですよね。いるのかな、ラント。一回ボコされたからな。あの時はもう手も足も出なかったけど、今ならいい勝負できるんじゃないか。相当鍛えましたよ。プレイ時間 2.8 日だったね、さっき確認してたらさ。このまま行くとあれだ、隊長追い越しちゃうな。追い越したら怒られるんだろうな。ファストトラベルしちゃダメなんですかねダメなんだろうな、きっと。途中で分岐とかするかもしれないですしね。迷子だったらそれこそ目も当てらんないもんな。行軍中に迷子とかありえないよな。まあ農民の息子にっていう、なんかそういう感じはするけどさ素人臭さ当てて面白いかもしれないけど。遅い、体調でも遅い体調でも遅いです。なんなんだそれ、猫に乗ってんのか。遊びでやってんじゃないんだぞつって体調に、あ、本当だ。全部が燃えてやがるのか。体調にメイスを教えてほしいんだよな、改めて。体調フリーにしないとそういうこともできないからな。このイベントクリアしないとね。メイスとか斧とか、斧も全く手つかずなんでね、しっかり鍛えていきたいと。なんか倒れてる馬だ。馬ブンドルに来たのかな。あいつら馬持ってなさそうだったもんな。あ、この間押し入ったとこだ一昨日ぐらいに。ヘンリー、カブト脱いでるじゃないか。危ないぞ。お前の主人はどこだ。馬屋の前です。
これはひどい。どんなけなものの仕業なんだ。地獄のようだ。馬殺したのか。ここで何が起きた。なぜこうなった。何者かが夜中にやってきて馬たちを切りつけました。馬の悲鳴で世話係だったラデクが目を覚ましたようでした。あの子は応戦しようとして、そして私の夫、彼も加勢したのですが殺されました。殺戮が終わると奴らは馬小屋に火をつけました。心よりお悔やみを、ご婦人。必ずこの野獣どもを捕まえて報いを受けてもらう。何頭かの馬はまだ意識があって、やむを得ず楽にしてあげました。みんな彼らの瞳は苦しんでいました。こんなことが起きるなんて思っていなかったでしょう。何か盗まれたか。馬は何も。お金よりも血を見たかったようでした。最近誰かと揉め事はあったか。襲撃に心当たりはあるか。ドキ蔵の値段についての口論はあっても、こんなことされるような覚えはありません。推しってやついるよな、推しってやつ。誰だっけ。なんて時代だ。馬より人間の方がよっぽどけだものだとはな。何か見たか。賊は何人ぐらいだ。まあ、それじゃあどんな姿だった。誰も見てないわ。誰も追いかけなかったのか。無理です。私たちはずっと火事を消していましたし、それがなくても何ができるというのです。こんなひどい相手に。ちくしょう。この辺りをくまなく探せ。必ず探し出すんだ。足跡を探し、誰かが見ていないか確認しろ。くそ、誰かしらは姿を見ているはずだ。はっ。隊長、俺は何を。お前に一体何ができる。ここにいろ。お願いです、何かさせてください。周りを見てきて足跡を探します。ああ、仕方ない。誰の邪魔もするんじゃないぞ。遠くへは行くな。偵察が済んだら戻ってこい。信用されてないね。まあでもしょうがないよね。まあ、多分叩き上げの軍人なんだろうから信用できないんだね。生存者に話を聞く。まあ一応話聞いとくか。何か。あの、なんならまた後にしますが。いいえ、あなたも兵士ね。すぐに真実は明らかになり、奴らも捕まるでしょう。何かを見た者いないんだよね。まあ一応上から順に。大変な時にすまないけど、襲撃について聞かせてもらえますか。異音がして、私とスミルは目が覚めたの。寝つけない馬か、宿屋の酔っ払いが迷い込んだのだと思った。酔っ払いはよくここへ来るんですか。時々ね。でも今回は違った。夫が外へ出て行ったの。何事か確かめるために。その後、怒鳴り声と叫び声が聞こえて、本当にバカみたい。その時、スミルの身に何が起こったかなんて考えもしなかった。朝まで気づかなかった。なるほどね。異音はどこから聞こえてきた。その異音はどこで聞こえたんですか。いろいろなところから。とてもうるさかったわ。連中が何人いたかさえわからなかった。ああ、いや、最初に音が聞こえた時のことです。どっちから聞こえてきたか覚えてますか。わからないわ、全く。まあ話を聞いたってなったね。
黒ずくめの男がいた。これわかんないよな、きっとな。どんな声だったか。あなたが聞いた声に覚えはありませんか。いいえ、でも地獄だった。仲間同士でさえ悪魔のように罵り合っていたわ。仲間同士で、奴らは内輪もめを。ええ、何かが起こっていたみたい。なんとなくやっぱりこうね、やっとなんじゃないかって気がするよね。そうなってくるとクマンジェでもなさそうですよね。奴らの姿は見ましたか。黒ずくめの格好をした巨漢がいたはず。そいつを見てませんか。いいえ、見てないわ。襲撃について誰に聞けばいい。誰かが何かを見てるはずなんだ。聞いたところによると、最初に目を覚ましたのはマークだそうよ。彼と話すといいかもしれない。赤髪が厩舎で寝てたから何か見てるかも。ヤコブね、連中とやり合ってるのよ。他はちょっとわからないわ。マークとヤコブ、どの人なんだ。この人はなんて人。あ、これヤコブだ。また無能な兵士が来やがったが、お前らは昨日の夜のうちに来るべきだったんだよ。うん、腕を見せろってあるね。なんだろう、腕見て何なんだろう。腕を怪我してるのか。放っておくのは良くないな。傷口を洗って包帯を巻かないと。あ、なるほど。ほら、少しはマシになった。ありがとな。あんたは何を聞きに来たんだ。応急処置できるからね。なるほど。ここで何があった。一体ここで何が起こったんだ。クソどもが襲ってきたんだよ、夜明け前の暗いうちにな。それでどうやって怪我を負ったんだ。誰かの話し声が聞こえたんで外に見に行ったんだ。そして奴らに切り裂かれた馬たちを見た。俺はそのクソ野郎どもに叫んだ。街灯を着た奴を捕まえてとにかくぶん殴り始めた。武器を使わずに、その拳だけで。ああ、だけどその野郎にざっくり切られちまった。運よくみんなが外に出てきたんで奴らは逃げてったんだ。残ったのはこの街灯だけさ。なるほど。奴らが襲撃してきた理由は知らないか。何か予想外のことがあったんだろう。なんせ何も取らずに逃げちまったんだからな。そうなんだ。特徴的な一人の男、大きくて黒ずくめで石も割れそうなくらい大声の男がいたはずだ。見なかったか。俺をボロボロにした野郎が。そうだ。じゃあやっぱりあいつがいたんだ、あの野郎。なんか思ったよりも早くやつと再戦できそうだぞ。ちょっと手伝ってくれないか。何？あんたならこの地域をよく知ってるだろう。奴らがどっちへ逃げたか知りたいんだ。ああ、奴らは慌てて逃げたからな。どこかに倒された柵か門があるかもしれない。なるほど。会えてよかったよ。あとマーク、周辺を調査するつもりだと自分で言わなかったか。柵か。じゃあちょっと見に行ってくる。そういえばそこ火ついてるよね。これは苦しかっただろうな。ここまで張ってきたんだ。奴らの狙いが馬だったとしたら、本厩舎の方にはもっと犠牲者がいるだろう。この辺り着込んでみるか。あ、すごいな。本当に燃えちゃってるわ。あ、でもこれ鍛冶屋か。あ、マークこの人だ。大丈夫か。一人にしてくれよ。あっち行け。俺があの狂犬どもの始末をつける。もう怖がることはない。力を貸してくれ。俺があの悪党どもを見つけて敵を取ってやる。あいつ誰かが懲らしめなきゃ。何を知りたいのさ。具体的に何があったんだ。あいつらが馬を殺して
それから奴らはどうして馬を。何か盗んだか。何か盗まれてるか。何も。よく思い出してくれ。襲撃はどんな風に始まったんだ。馬たちの声が聞こえて悲鳴だった。次に過ぎる。叫んでた。それで殺された。うん、最初は馬で、その後がスミルだな。順番が逆だったりしないか。確かだと思う。あんな声を聞いたの初めてだったし、声が頭から離れないよ。その後は何があった。僕たちが外に走り出たらめちゃくちゃだった。馬はみんな死にかけていて、厩舎は燃えてて、あの悪魔たちがそこら中に。うん、厩舎はもう燃えていたのか。奴らが逃げた後に燃え始めたんじゃなく。違うよ、あいつらはここに来た時に火をつけたに決まってる。今悪魔って言ったか。うん、奴らはゴミクズだ。人間のゴミだよ。何人くらいいたかわかるか。多くはなかった。僕らが外に出てからやってきたのは数人だった。でも離れたところにはもっと大勢いた。お互いに怒鳴り合ってたよ。うん、騒音で聞こえないから怒鳴り合ってた。違う、何かがあったんだ。喧嘩とか。離れたところ、それはどこだ。森の方だよ、北の方向。あいつらは逃げようとしていて。北か、なるほど。一方は逃げようとしていて、もう一方は喧嘩を。逃げようとするやつと喧嘩してるやつがいたんだ。うん、短い間だけど、すぐにここの人たちが出てきて反撃したから、残りのやつらも逃げていったよ。うん、どっち。奴らが逃げた方角は北の方だよ。森に入っていった。なるほど。北側の地域を調べるか。助かったよ、必要なことは全部聞けた。神のご加護。なるほど。ではクエストログ、メイン追跡行。北側の森か、 C だな。こっちか。柵壊れてますね。ここを通ってったってことか。なるほど。あいつら馬奪いに来たんじゃないかな。でそのうちの何かがこう血を見たくなってみたいな。でその前に火をつけたんだよね。うん、なんだろう、やっぱ怨恨の説かな。まあ、ちょっとしたことで切れそうだからな。あ、血の跡ありますね。奴らは奥へ奥へと進んでる、間違いない。うん、目的達成しました。どうする、さらに追いかけるのか。うん、森の中の空き地を調べる。目的開始。森の中の空き地、地図上に表示されてる。ああダメだ、この地図じゃ分からないわ。奴らは奥へ奥へと進んでる、間違いない。進むか。ん、急に BGM 変わると怖い。あ、いるぞ。装備、また鎧脱ぐか。その作戦でいきますか。俺が先に行って、そいつらを待つことになりそうだがな。バカを言うな、野営地に戻ろう。戻れば手当てしてもらえるんだぞ。悪いな兄弟。いた。俺は驚いたな。装備切り替え、装備切り替え。あ、いや今できないのか。しまった。そうしたら矢で倒すしかない。ぶち殺して。
よし、やったか。鎧なしでやったぞ。金がめてる場合ではないけど、まあいいか。これ回復薬だっけ。うん、鎧つけるぞ。盗賊いた。どうしたらいいんだこれ。おい、賊の死体を調べる。息の根を止める。乗っかったらこうなりました。じゃあ調べますか。あ、蹄削る木、ノイ国の農場を襲った盗賊の腹に刺さっていたもの。あー、なるほど、これを取ったけってことか。なるほどね。よしよし、殺せばよかったのか。尋問すればよかったのに。これだ。この策定器具が誰の持ち物か知りませんか。これは馬の蹄の手入れに使いますから。ここで誰のものか知ってるわ。なぜそんな質問を。どこで見つけたの。森の中でまだ生きていた二人の族がこれについて話してた。まさか彼は何を。わかりません。そんなこと信じたくない。どういう意味です。赤髪、事件の後彼はおかしかった。みんなうろたえていたけど、彼は私の目を見ることもできなくて、その上誰にも何も言わずにいなくなったの。その赤髪が襲撃に関わっている可能性は。彼を探し出してこの事件の真相を確かめます。その後はどうかここへ来て真実を教えて。彼がどうなってても伝えに来て。うん、どこに消えた。赤髪がどこに向かったか分かりますか。分からないわ。雇ったのはヤコブだし、彼に聞いてみて。なるほど。では今後。どこに行けば赤髪に会える。ああ、それがな、急に荷造りして出て行っちまったよ。なんだって。待て待て、確かに怪しいよ。でも赤髪はそんなやつじゃない。少しでも襲撃に関わってるなんて考えられない話だ。そうなんだ。逃げたとしたら行き先は。彼はどこに逃げたと思う。ああ、俺はわかるかも。でも一つだけ約束してくれないか。彼を見つけても一方的に判断せずに彼の言い分を聞いてやるって。うん、約束すると。約束する。たまに炭焼きの奴らが彼に会いに来るんだ。仲が良さそうだったし、逃げたなら彼らのところじゃないかな。なるほど。炭焼きはどこに。さっぱりわからん。彼らはいつも他人を寄せつけないしな。何しろ炭焼き職人だぜ。でも森は炭焼きだらけだろう。森のどこかにはいるはずだ。ああ、でもあの炭焼き職人たちは遠くには行ってないだろう。群馬飼育場から落体方面に流れる小川に沿っていけば、あいつらのキャンプの一つにぶち当たると思う。ただし。ただし？赤髪は違う道を行ったと思うがな。彼は大抵宇治津方面へ抜ける広い道を使ってたから。じゃあどう彼らを探せば。彼らの仕事場は煙が漂うから見えなくても匂いでわかる。木炭を焼くなら水も必要だし、水辺にいるだろう。つまり川に沿って森の中を歩けば見つけられる。そうなるな。じゃあ気をつけて。うん、そうなんだ。まあ、炭焼き職人がね、地雷してるキャンプっていうか、まあ、仕事場は知ってますよね。どこにあるとか知ってますけど。なるほど、また新しいクエスト出ましたね。健康を祈ってるよ。あ、訓練できるよ。赤髪はこの件に関わっていた。赤髪が何らかの形で関わっているようです。ほう、その根拠は。うん、族の死体から見つけた策定器具、これは彼のものでした。
それは見過ごすわけにはいかんな。うん、彼は失踪した。俺たちが森で死体を見つけたすぐ後に彼はどこかに消えました。その行き先は予想がついてます。どこだ？炭焼き職人のところです。赤髪は彼らの友人だった。その男を見つけねばならんな。だがその連中がかくまってるなら部下が問い詰めてもしらを切るだろう。お前が探しに行け、ヘンリー。足取りがつかめなくなる前にな。私は報告のためラッタイへ戻る。了解です、隊長。うん、仕事任されたね。やった。戦利品を渡したんで。戦利品をいくつか見せてくれ。すごい数だな。いやはや、お前は報復の見つかりそのものだ。へえ、そんなことできるんだね。訓練今できるの。防御、斧、剣。あー、なるほど。今は必要ないか。元気でな。よし。そしたら、じゃあもう少し進められそうですけど。うん。まあいいか。じゃあ今回はここで終わりします。ご視聴ありがとうございました。